どうも、皆さん、こんにちは。あけです。ソニーのカメラ、今買うならどれがおすすめか。今回はね、2024年最新版としてやっていけたらなっていうふうに思います。今回紹介するものすべて使ってきていますし、今僕だったらこれを買うかなとか、写真ならこれ、動画ならこれ、そもそもソニーのカメラってどういうシリーズがあってどういうふうに違うのかっていうのも,もう徹底的にね、今回解説していきたいなっていうふうに思いますので、ぜひね、今回の動画も絶対いいねで保存してください。もうこの動画一歩でソニーのカメラについて絶対理解できると思いますし、今皆さんが選ぶ ぶべきカメラっていうのがね分かるかと思いますのでぜひね最後まで楽しんでいただければなというふうに思いますということで早速やっていきたいんですが見てくださいこちら銀の盾がありますついにですね銀の盾が届いて僕もね、まあ、10万人突破したということで早速ねこちらに銀の盾をね飾りましたすごく嬉しいですほんまにめちゃくちゃでようやくねこのオフィスのねここの背景もねかなりもう整ってきた感があるんですが、まあ、そもそも最近ねコメントとかでここのねスタジオのこの映像自体がめっちゃ綺麗なんですけど何で撮ってますかっていうふうによく聞かれるんですが僕は今 ソニーの FX3 というシネマラインのカメラを使っていて 35mmF1.4G マスターレンズというものを使って今収録をしておりますとでめちゃくちゃね綺麗いっていうふうに言っていただけるのはすごく嬉しいんですけどもうこの、ね、スペースにあの照明をね123456と。 6頭をいてるんですよねなのであんまりあのただ撮ってこういう絵になるとはあの思わない方がいいかもしれませんまあそんなことは置いていてまあ僕はそういう風にねまあふ写真も動画も両方ともまあお仕事としてもねめちゃめちゃがっつりやってるっていうのもあったりとか、まあ、あとはねこう旅行とかまあ思い出を撮るっていうためのプライベート用途としてもいろんなねソニーのカメラって使っていますのでそういったね自分の体験談とかも踏まえた上でちょっとね皆さんにご紹介できればなという風に思っておりますというわけでですね今回はこのソニーのカメラ今買うならどれ徹底的にやっていきたいと思います それではまずこの動画を始めるにあたって1つ重大な皆さんにお伝えしなければいけないことがありますそれは2024年8月1日からソニーのカメラ製品が値上がりをします全てってわけではないんですけどほとんどのカメラとか、まあ、他の電子機器とか、まあ、あのソニーのテレビのブラビアとかねいろんなソニーのカメラが、ね、値上げしてしまうんですよねなのでこの動画、ね、7月の下旬頃に出てるのでまだね一応値上げはされてないのでもしね買おうと迷ってる方はもう今絶対買っておいた方が絶対得です、まあ、とはいえ2024年8月1日以降にこの動画を見たとしてもか カメラとかレンズの価格が全体的に上がるのでそれによって僕のおすすめが変わるとかこれを選びましょう今回の動画の何か選ぶっていうものがずれるっていうことではありませんそこはね全く関係はないのでただ値段が中古も新品もちょっと上がるよっていうところだけまずはね嫉妬いていただければなというふうに思います、うん、ということで早速やっていくんですがそもそもソニーのカメラってどんなカメラなのかここをねまず皆さんにご紹介させてくださいもう正直最近ののカメラ市場の中ではあっ 基本的にソニーユーザーユザって多いです今ではね、ソニーのカメラって本当にもうインフラと呼べるようなぐらい、もうめちゃくちゃね、こうラインナップも充実してるし、もういろんな方が扱えるし、いろんな人がソニーのカメラのこう操作方法をしてたりとかね、あとは情報が多かったりとか、そういう風になっているので、まあそれぐらいね、今はもうソニーっていうのはね、すごくもうみんながしてるメーカーなので、まあ、ソニーのカメラを選んでおけば、まあ一旦ね、全く問題ないかなっていう風には僕は思っています。で、具体的な特徴としては、まずはオートフォーカス性能がすごくいいというところですね。これはもう本当に認識能力もすごかった たりとか精度もいいんですけどあとは AI がね被写体認識をしていったりとかもう本当にねすごく優れたオートフォーカス、まあ、自動でピント合わせる機能っていうのが優れていますそして2つ目はレンズが豊富っていうところですねもうソニーのカメラって合計でねすごい数の、ね、レンズがあるんですよねで3つ目が動画ももも写真も両方とも万能なんですよ動画だけ写真だけとかじゃなくてもう本当にいろんなカメラで動画も写真も楽しめるしそれで両方ともすごく、ね、精度が高いといったところになってきてで最後は、ね、少し重複するんですけどソニーカメラの人口とか 情報っていいううのがもう圧倒的に多いんですよね例えばこういった YouTube のプラットフォーム一つだけを見てもソニーのねこうカメラの情報ってもうめちゃくちゃあるんですよもうこれはね日本のみならず世界的に見てもソニーユーザーっていうのはすごく多いのでなんか困った時にすぐ情報にアクセスができたりとか何か困った時に例えば友達もソニーのカメラを持っているとかなってくるのですごくね情報のシェアとかなんかこう解決がねすごく近道ができたりするっていうところも一つね特徴かなというふうに僕は思っていますでさらに皆さんにね事前情報としてお伝えしたいのがソニーのカメラというのはフル サイズセンサーのものと APC センサーっていうものが基本的にありますでこれはカメラのセンサー部分の話になってくるんですけれども今回紹介するカメラは基本的にレンズが取り外しできるようななカメラになっていますこのようにレンズ自体をカメラボディにこにつけてえ付け替えて撮影ができるとそういったカメラの紹介になるんですがセンサーの大きさが違うとどうなるかっていうところになるんですけど基本的にセンサーが多ければ大きいほど光を取り込む量が大きくなるので背景がボケやすくなったりとかそもそも明るく撮れやすい 使っったたりととかねそういった違い違が出てきますとで、そして価格もやっぱり変わってきますね。フルサイズセンサーのものの方がやっぱり価格は高いし、APS-C センサーの方が同じスペックだとしても、APS-C センサーの方が安くえ、手に取りやすい価格っていう風になっています。で、そしてですね、さらに皆さんにお伝えしたいのが、ソニーカメラのシリーズについてですね、アルファ7シリーズ、7の後ろに C とかね、アルファ7 r とかね、アルファ7だけとかね、なったりするんですけれども、このね、アルファ7シリーズの違いっていうのがこんな感じになってくるんですよ。この無印の無 アルファ 7II、アルファ 7III とかアルファ 7IV と,とかこういったね、アルファ7というものに関しては、写真も動画も両方ともベーシックで、スタンダードでね、できると、そういった機種になります。で、次、アルファ 7S ですね。この S って付くものは低画素モデルになるんで、画素数っていうのが比較的少ないんですよね。で、この画素数が少なければ少ないほど、ノイズが少なくなりやすいんですよ。ISO 感度とかを上げてもノイズが乗りにくいので、動画撮影時の ISO12800 とかでもこれぐらい綺麗に撮れたりとかね。っていうのがアルファ 7S シリーズの特徴と。 いいう風になっていますすでで次がアルファ r の方ですねこの R に関しては逆に高画素モデルなんですよね画素数がすごく多いのでもう拡大しやすかったりとかあとはねこうプリントしたりとかねもうポスターとかにしたりとかもう印刷とかまでできちゃうみたいなまあそういうような用途に適したモデルになってるんですよねで最後アルファ 7C ですねこの C っていうのはそうコンパクトの C なんですよこれは両方ともアルファ7シリーズの中で最もコンパクトで軽量なサイズということになっていますのでアルファ7シリーズの中でも一番ね高画素 型軽量でで運用ができるといったカメラちなみに他にも α1 っていうね、もう超フラッグシップ、もうソニーのね、最高峰のね、ミラーレス一眼っていうものがあったりとか、α9 シリーズっていうね、まあ連写撮影とかに適したものがあったりとか、まあ胴体撮影、スポーツ系のね、撮影とかに適した α93 とか9シリーズっていうのがあったりしますし、あとはね、ソニーのカメラって FX シリーズっていうのもあるんですよね。まあこれはシネマラインシリーズとも言ったりするんですけど、これは映像制作を業務で行うような、まあ本当に動画撮影を業務で行うレベルのカメラになっています。 一方でその動画撮影を業務とかじゃなくてもう本当に僕のような YouTube 発信とかもう趣味でやるとか思い出を取るとか自撮りしたい SNS をしたいとかそういった方に向けた Vlog カムシリーズっていうのもあったりしますこれもどちらかといえば写真ではなく動画撮影用途でねすごく使いやすいカメラになっていますであとは α6000 シリーズっていうのがあって6000から6300、6500、6700みたいなね感じであるんですけどこれは APS-C センサーサイズのミラーレスイッチがっていう風に思ってくださいなのでより小型だし APS-C のレンズが 楽しめるみたいいなな形になっていますはい、というわけで、それでは皆さん大変お待たせいたしました。まずは写真撮影でのおすすめのカメラを紹介していきたいなというふうに思います。一つ目はですね、ソニー α6300 というカメラになっています。こんな感じですね。ちょっと価格に関してはね、マップカメラさんの価格をね参照しています。で、記載の価格は2024年7月時点、価格改定前の価格になりますと。これはそう、APS-C センサーのカメラになっています。なので、フルサイズよりも小さく小型で運用することができるカメラになっていますね。で僕 去年もね、同じ動画を作ってたんですけど、去年はアルファ6 0 0 0をおすすめしてたんですよね。で、この6000が今おすすめできない理由としては、中古市場が上がってしまった価格が。ごめんなさい。これはね、ちょっと僕が紹介したからっていうのも、もしかしたらあるかもしれないんだけど、2、3万ぐらい上がっちゃったので、だったら6300かなっていう感じで、今回はね、6300をおすすめしています。僕、実際6300は学生時代にね、自分で購入したんですよ。で、1年半ぐらい使っていて、めちゃくちゃいいカメラでした。本当に入門にはすごく良かったし、とりあえずソニーのカメラ一番安くて、とにかく 最安値でしかも、えー、ちゃんとね、しっかりと使いたいという方には、これがおすすめかなというふうに思います。ファインダーがあるんですよ。EVF って言われるね、電子ビューファインダーがあるので、ちゃんとこう、カメラとして覗いて撮影をね、することができるんですよね。こういったね、ZV シリーズだったら、ファインダーがないので、ちゃんと写真をね、撮影するんだったら、ファインダーをね、ぜひ見てほしいなというふうに思って、これをね、選んだっていうのもあります。で、あと、しかも内蔵フラッシュがあるんですよね。これ、意外なことに。なので、フラッシュのね、撮影ができるんですよ。なので、こう、暗いところでも全然問題なく撮影できるし、ちょっとこう、絵も モーショナルなというか、まあ、ちょっとこう思い出感が強くね残すこともできたりするのでこのフラッシュっていうのがね僕は結構一押しのポイントですねで一応ログ撮影をすることもできるし僕的にバリアングルモニターじゃなくてチルトの液晶っていうのがすごくいいなと思うんですよ最近のカメラってこのバリアングル式のねこうモニターを動かすようなモニターっていうのがめちゃくちゃ多いんだけど6300はチルトなんですよねまあこれちょっと違うカメラなんですけどこのチルトだけここだけしかいかないんですよこのバリアングルになるとこの自撮りとかができるっていう噂はあるんやけど ここにレンズっていうか、まあ、センサーがあるのにモニターがここにあるからちょっと光軸がずれるんですよねなので写真撮影だったらもう絶対チルトの方が撮りやすいと思うんですよまあ僕的にはねはいなのでチルトがね結構あのここはおすすめかなっていうところで6300がねいいなというふうに思いますまあ注意点としては動画の色味に関しては、まあ、そんな綺麗ではないかもっていうのがまあぶっちゃけなところでソニーのカメラってね大きく世代をね分けることができるんですけど処理エンジンがビヨンズ X と XR っていうものがね分かれるんですねで ここでめっちゃ世代がバーンって分かれるんですけどこの X の前のモデルになるんですよねでこのビヨンズ X の方っていうのは超キレ買って言われたらそうではない、うん、っていうのは正直もうお伝えしておきますであと本体側にね手ぶり補正が一切ないのでやっぱり動画撮影はねそこまでよくはできないかなっていうふうに思いますしバッテリーもね小型の NP-FW50 っていうものになるんですよね、まあ、最近のソニーのカメラはねもうほとんどこの大きい方のね FZ100 っていうものになるんですけど、えー、6300はこっちのね FW50 っていうものになるのでバッ バッテリー持ちもねやっぱそこまではは良くないいっっていうの欠点はまやっぱりあります、まあ、ただまあ価格がねまあ一番こう中古だとね全然安く買えますしちゃんとこうファインダーでね撮って楽しめるっていうところとかまあ写真とかも全然綺麗に撮れますので、まあ、入門には本当にねいいカメラかなっていう風には僕は思っております。 はい、というわけで、写真撮影におすすめのカメラ、二つ目がですね、α73 でございます。はい。これもかなりおすすめなんですけれども、この73ってね、最も売れたフルサイズミラーレスみたいなんですね。2017年とかだったかなに発売されたもので、まあ今はね、僕も持ってるこの74っていうのがあるんだけど、まあ一個前の73。これはもう今でも全然使えると思います。フルサイズセンサー2420万画素で、まあファインダーもしっかり搭載されていて、ファインダーは235万ドット、モニターも92万ドットで、チルト液晶になっていますね。で、動画性能としては最 4K30 フレームの8ビットで一応手ブレ補正はね搭載されていてセンサーシフト式5軸5段のね手ブレ補正を扱うことができますとで73のねいいところは SD カードがね2枚入りますのでバックアップ記録とか同時記録とかリレー記録とかねまあ SD カードが1個破損してしまってもバックアップで取っておきたいとかねそういったところの安心感とかにもつながってくるかなと思いますねでバッテリーに関しても FZ100 の方になるのでバッテリー持ちがバッテリー持ちそう結構いい機種ですね73はね、まあ、とりあえずフルサイズを入門したいという方に めちゃめちゃいいし、入門っていうかまあちょっと本気で写真楽しみたいなっていう方にはめちゃめちゃ今でもおすすめできるカメラかなというふうに思います。まあただこのカメラもビヨンズ X の方なんですよ。さっき言ってた XR じゃない X の方なんで、まあ画質はまあめっちゃいいわけじゃない。こっちも、うん、動画特に動画はもうめっちゃいいわけじゃないかな。ただですね、一応僕こんな感じでセブンスリーで映像撮ってみました。これで綺麗だと思うんだったらこれでもいいと思う。まあこの映像はね、僕が販売しているパワーグレードと呼ばれるでね、まあダビンチリゾルブでのねカラーグレーディングをね簡単にできるようになる。 カラーシステムになってるんですけどそれを使えばねこれぐらいはねサクッと出せるかなというふうに思いますで写真に関してもこれぐらいのね写真は全然撮ることができますので多分写真はねあんま問題ないと思いますしで 7M4 と比べてもこの違いが分かる人っていうのはもう本当にプロレベルの方しか分からないんじゃないかなというふうに思うぐらい写真はマジで問題なく撮れるかなというふうに思いますで他の欠点としてはファインダーのね綺麗さはあんまり良くないかなこの 7M4 がこのファインダーのね覗いた時のこの電子ビューファインダーのこう解像感がめっちゃレベルアップ 73はね、まあ、モニターも含めてあんまり綺麗じゃないっていうのが撮っててあんまりテンション上がらないかなっていうのは正直ありますあとはね動画撮影時のログ撮影も正直そこまで綺麗ではなくて僕はねこの動画に関してもログ撮影じゃなくて HLG っていうね違うプロファイルで撮ってるんですよね動画撮影ってログ撮影をねバリバリするようなカメラではねやっぱないかなっていうふうには思います、まあ、ただやっぱりソニーのフルサイズセンサーを使いたいフルサイズカメラを使ってちゃんとね写真をめちゃめちゃ綺麗に撮りたいよっていう方は73でも問題ないので一番ね 手に取りやすい価格だと思うしソニーが未だにね一緒に販売してるカメラなんですよラインナップとしてまだあるんですよ生産完了していないのでそれはやっぱりソニーさん的にもまだまだ使えるっていうねやっぱ意味があると思いますのでこれはねもう間違いなくおすすめできるカメラかなと思いますはいというわけで皆さん続いて3つ目いきたいんですけれども3つ目はソニー α7M4 ですはいさっきの73の次世代モデル今のねカメラになるんですけどこれはねもうめちゃくちゃいいカメラよ前モデルの73からのね進化ポイントとしては 画素数がが3300ままで上がりましたであとは、ファインダーがね、368万ドットになったのですごくきれいになりました。すごく見やすいですね。で、モニターも同じように見やすくなりました。高解像になりました。で、動画性能も最大 4K60 フレーム42210ビットと呼ばれるものになったんですよね。7M4XR の新しい方のプロファイルになるんですよね。なので、写真も動画も両方とも色味がマジでめっちゃ綺麗になっています。で、あとは手ブレ補正もね、やっぱ良くなりましたね。まあ、写真と動画両方ともにおいて手ブレ補正能力も格段に良くなってるし、 まあ動画撮影もね、アクティブテーブル補正というのも良くなってきてますので、まあ本当に写真動画両方とももう万能に使えると、えそういうような機種かなというふうに思います。まあ僕ももう74かれこれ購入して2、3年ぐらい経つのかな ?2 年かぐらい経つんですけども、めっちゃ使ってますね。もう本当に使い倒してるカメラかな。写真もね、こんな感じに綺麗に撮ることができるし、で、あとはやっぱりね、こう G マスターレンズって呼ばれるね、こうソニーの最高峰のね、赤のね、G って書いてるようなね、こうレンズがね、こうソニーではめちゃめちゃいいレンズになるんですけど、このレンズと組み合わせるとね、 こんな感じでも超綺麗にね、写真撮影をすることができるっていうのもあるし、まあ一方でこう5000ぐらいのね、オールドレンズを使って、ちょっとエモーショナルな雰囲気を撮りたいなぁと思えば、こんな感じでね、こういい感じに撮れて、これもこれですごくいいじゃないですか。レンズが安かったとしても、もうフルサイズセンサーを使えば、こんぐらいね、こうバチッと画力のあるね、写真が撮れるようになっていますので、まああとはやっぱ色そのものがいいっていうのもあって、もう問題なく写真を楽しみたいっていうなら、もうこれで一旦いいと思う。めちゃめちゃこれはおすすめかな。まあ欠点としては、スペックを 考えるとと価格は高めかなと正直思いますで、あと動画撮影時の 4K60 フレームっていうのは、クロップが1.5倍くらいかかるんですよね。まあ、写真用途で考えてはいるんですけど、動画撮るときはちょっとね、4K ロめっちゃ柔軟に撮れるわけではないカメラかなと思います。で、あとは AI 被写体認識系譜っていうのがないんですよね。これはね、どこやったかな ?α7R5 っていうカメラが出たときやったかなに、えー、新しく出た AI プロセッシングユニットっていうね、こう新しいソニーの技術っていうのがあって、で、それが出た以降のカメラだったら、その、ね、AI プロセッシングユニット っっていいうのがが入ったカメラがいくつかあるんですけどこれはもう開発がもっと早かったのでそれが多分入らなかったっていうのもあるのかなと思うんですけどこの AI プロセッシングユニットっていうその AI 技術を駆使したオートフォーカスの精度を高めるものになるんですけどこれがねあったらねこの価格も納得なんですけどやっぱそこを考えると価格が高いなと思うあんまりね僕はこの価格はなんかち,ょっとちょっとずれてる気はしていますがでもねなんやかんや使うとねいいなってなるのがこのカメラだと思います。 はい。というわけで皆さん、それでは続いては動画撮影におすすめのね、カメラっていうものをご紹介していこうかなというふうに思います。まず一つ目がですね、もうとりあえず一番安く動画を始めたいっていう方におすすめなのが、ZV-E10 というカメラになっております。はい。こういったね、すごく白のね、可愛いカメラになっているんですよね。まあこれもちろん黒のボディもあるんですが、ZV-E10 というカメラになっています。これのね、価格がね、かなり安いんですよ。まあ価格の改定前でもね、新品でも7万6 0円だし、中古だとね、6 1 0 0 1800円ででで確認できているカメラなんですけどこれはねマジでコスパはいいと思いますこの ZV10 は APS-C センサーで2420万画素ですとでモニターは92万ドットのバリアングルモニターというものになっておりますこの羽根で自分に向けることができますとでこのカメラの特徴としては EVF がないんですよねもうファインダーがなしでマイクがすごく大きくなってもう本当に動画撮影に適したカメラになるんですよねでカメラ内にね電子手ブレ補正もあったりとか ZV っていうカメラって V6 カムシリーズになるのでこういう 要は自撮りとか Vlog 撮影に適してるんですよねなのでこう商品撮影モードとかあとは背景をぼかしたりするモードとかそういったものが簡単に設定できるみたいなそういったねこう本当に気軽に動画を楽しめるカメラになっていますまあ欠点としてはやっぱ Beyond X っていうところもうやっぱ色がねやっぱ前の世代なのでやっぱそこはねあの本当にめっちゃ綺麗ってわけじゃないからあとは UI とかも Beyond X の方って、まあ、メニュー画面っていうのが全然違うんですよね Beyond XR を搭載した機種ってメニュー画面すごく使いやすいし こうレスポンスもすごくいいんですけど、これやっぱり1個前のモデルになるので、ちょっとやっぱもたもたしてる。もっさり感があるっていうのは、まあやっぱ欠点かなというふうには思いますね。まあ、でも7万円台ぐらいで買えるので、まあ、価格改定でもちろん上がってはいると思いますが。 ととにかく動画をを始めたたいいいいろんなレンズを使ってみたいという方はこれがおすすめかなはい。で、続いて2つ目に関して言うが、ZV-E10M2。これがね、僕は一番お勧すすめしたいです。このね、E10M2、これね、最近出ました。今月7月の10日に出たね、もうほやほやのね、新モデルになるんですけども、これはね、もう最高にいいんですよ。僕もうガチガチレビュー動画作ってるんで、もうよかったらね、見てもらいたいんですけれども、ZV-10、e、と ZV-10M2、e、って何が違うかっていうと、やっぱりもうビヨンズ X が XR になりました。なので、こんな感じの動画が 撮れるんですよめっちゃ綺麗じゃないもうこれでいいやんっていうぐらいすごいね画質はね本当に素晴らしいクオリティで出てきますよ。もう動画撮影に関してはね。で、モニターはねバリアングルと変わりはないんですけれどもこのね E.Mark2 は縦のね動画撮影に対応してるんですよ。なので縦向きにするとメニュー画面も縦になるっていうので、まあ、それこそショートムービーとかまあインスタのリール TikTok とかそういったものも撮りやすい縦の UI に対応してるっていうのも結構大きなね進化ポイントにはなっていますね。で、あ,あとはねこの E.Mark2 はバッテリーがねこの FZ100 の方になってるので大きい方なんですよね。この E10 が FW50 の方になるのでバッテリー持ちがめちゃめちゃ良くなりました。あとは熱耐性もすごくいいので、 もう動画を一旦、ね、綺麗にやりたいという僕はね、もうこれ、ちょうどね、買おうと思ってるんですけど、これはもう最高ですよ。まあ、欠点としては、クロップが入りやすいってところかな。例えば、4K60 フレームにすると、クロップが入るし、ブリージング補正をオンにすると、クロップが入るし、あとはアクティブテーブル補正をすると、クロップが入るしっていうので、ちょっと使いづらさはやっぱある。うん。そこはね、クロップが大きいので、こう、広角レンズを用意しないと、ちょっとこう、すごい寄っちゃうっていうのがありますね。で、あとはね、最新のこのカメラに合うレンズが いいっていうところかなまあ、ソニーさんのね E マウントレンズで APS-C 用のレンズって結構あるんですけどどれもね古いんですよ割と前に開発されてるものばっかでなんか今の,気のねの APS-C レンズっていうのがね、まあ、広角側だったらあるんですけど最近はねなかなか開発してくれないねやっぱりねいいレンズを使いたいなと僕は思うのでそこのね充実さはまだあんまりないなっていうふうには思いますであとね意外と安いっていうのは結構僕思いましたこれに関してはレビュー動画では市場推定価格を僕15万1000円前後ぐらいだったかなっていうふうに 聞いてたので、そのままお伝えしてたんですけど、これがですね、まあオープン価格になって、こうマップカメラとかで実際の価格を見てみると、十三万七千六百十円なんですよね。 意外と安かったなっていう印象が僕はあります。15万円だったらね、うーってなるけど、13万円台ってやったらあれじゃねっと僕は思いますね。で、しかもレンズキットだと14万7510円なんで、1万円ぐらいしか変わらないんですよね。やったらもうレンズキットでさ、レンズついた状態で始めれるから、15万円以内で始めれるから、これでよくねーって僕は今思ってますね。はい、というわけでですね、それでは最後に動画撮影に適したカメラについてご紹介するんですけれども、最後はソニーシネマライン FX30 というカメラになっております。はい。これ これがですね、まあ一旦ね動画撮影にはめっちゃおすすめかなこのカメラは FX とある通りもうシネマラインと呼ばれるねもう動画を業務レベルで行えるようなカメラになっていますとスペックとしては APS-C センサーで2010万画素でモニターが約236万ドットなので結構綺麗ですとで動画性能が最大4 k 4 2 2 1 0 b i t 1 2 0フレームに対応してるんですよねこれがね素晴らしいですでテブレ補正もねすごく良くて5段5軸アクティブモード搭載で記録メディアが s SD2 枚 CF x p r e s s 2枚という風になっていて、めちゃめちゃね、性能がいいんですよね。まあ具体的に何がすごいかっていうと、まあもちろんこっちもね、ビヨンズ XR の最新のね、エンジンを搭載してるんですが、S-Log3 と呼ばれるね、撮影をすることができるんですよね。で、このログ撮影っていうものができるんですけど、ログ撮影ってこんな感じの色が淡い状態でね、撮っているものになるんですね。今も実際にね、S-Log3 の 42-10bit のもので撮ってるんですけど、この S-Log3 っていうものを元に戻すとこんな感じの映像がカラーグレーィングによってこんな こんな感じのね。色味になるとそういう風な撮影ができるものになってるんですね。で、この s ロブ3でね。撮影をしておくと、本当に色の情報量を多くしたりとか。ダイナミックレンジ要は 黒潰れとか白飛びとかね、そういったものをね、極力減らして撮影ができるみたいな、そういったことができるような、まあ、モードをね、使えたりするといったカメラになっているんですよね。で、あとはね、レック中にタリーランプがついたりとか、デュアルスロットで2枚ね、同時記録ができたりとか、あとは CFX p r s s t タイ e A っていうね、カードを入れて、より高速なね、こう処理ができたりとか、読み込み書き込みができたりするとか、もうとにかくね、動画撮影に適したカメラになっています。まあ、欠点としては、まあ、暗証のノイズが、まあ、やっぱ乗ってしまうかなっていった印象は正直あります。まあ エンサーが APS-C なので、やっぱそのそれぐらいのねノイズ感にはなるかなといった印象ですね。特に悪いとかではないんですけど、まあ、APS-C だからこれぐらいになるかなといった感じだと僕は思っています。で、あとは XLR のね、こう音声入力ができるハンドルっていうものをね、こう付属したモデルをね、買うことができるんですけど、そっちだと差額が5万円ぐらいプラスでかかるんですよね。で、このハンドルがすごくよくて、僕はね、ここに今マイクがあって、すごい音も綺麗じゃないですかっていうのを、今 FX3 っていうね、1個上のモデルのカメラに直接ね、その XLR でで入力してるんですよねなのでよりこう音声をきれいに撮れたりとかまた、あ、さらにこうピンマイクをワイヤレスで飛ばしたりとかそういったことがオペレーションとしてできるこの XL ハンドルが ちょっと高いやっていう感じになってきますね。まあだからまあ必要ない方も多いと思うんで仕方ないんですけど、まあちょっとね、そこがもう込みでボディぐらいのね、値段だったらもうもっと良かったなっていうふうには僕は思います。で、ちなみに FX3 っていうね、カメラもありますと、で、こっちはフルサイズ版の FX なんですよね。まあシネマラインカメラってこんな感じでね、FX30 から FX3、FX6、FX9 とかあったりするんですけど、まあそのね、フルサイズモデルというふうになっています。で、この FX3 に関してはね、もうマジで、あの、動画を 本気でででややるとかももうう映像でガチでやっていいくみたいな感じの人にはもうこれが一択ですねこのカメラはね、もう一旦完成されてます。本当にもう十分何でもできるカメラですね。まあ最大4 k 4 2 1 0 b i t 1 2 0レームのスローモーションも撮影できるし、5軸5段のアクティブモードも搭載してるし、モニターもバリアングルでいろいろ柔軟に対応できるし、SD スロットもね、SD×2 と CF エ x スプレスタイプ a が2枚入るとかで、マジでね、もう優秀すぎるんですよ。まあ画素数に関しては1200万画素しかないんですけど、逆 にここれがノイズを減らせるっていうところですごいんですすごんよね、まあ、カメラの ISO、ISO 感度っていうのを12800っていうものまで上げていったとしても、これぐらいノイズがきれいに撮影ができます。まあ、特に夜のね、高感度性能がすごくね、あの評価のあるカメラになっていて、まあ、暗いところでもめちゃめちゃきれいに撮れるよと。で、それでいて、422 10bit の 4K で120フレームのスローモーションが撮影できますよと。で画質も問題なくきれいですよねっていうようなカメラやってるので、動画を本気でやりたい、動画を仕事にしたいっていう方は、もうこれを買うのが一番 ベストですまあ、ただ高いんで、まあ、そういった方はあんまこの動画見てないような気もするので、まあ、あえてね、あんまりこう、プッシュはしてませんが、まあ、とりあえずね、動画をそこそこ本格的にやりたいよと。で、動画作品っていうものを作るっていうよりかは、業務でね、例えばロケに行ったりとか、なんかこう、動画をね、ちゃんとこう、作っていきたいっていう方には、30でも全然十分だと思うので、今回ね、30を一望おすすめさせていただきました。はい、というわけでですね、次は写真と動画撮影の両方におす,すめのね、モデルっていうのもあるので、それもね、最後ご紹介していきたいなというふうに思います。まず1つ目がですね、 アルファですねこれは APS-C のミラーレス一眼ですね。でこれ、ビ o ンズ XR の方の、まあ、最新の方で、まあ、結構ね、あの最近出たカメラになっていますと。で画素数も2600万画素、ファインダーもついていて、モニターも103万ドットのバリアングレクションになっていますと。で、動画性能も4 k 4 2ト1 0 b i t 1 2 0れますとほぼ中身 FX シリーズです。で、このカメラのすごいところが AI プロセッシングユニットっていうのが入ってるんですよね。α7R5、まあ、とかで入っていたものなんですけど、AI による被差認識のアルゴリズムでもう本当、認識のアルゴリズムでもう本当、 飛行機とか電車とか鳥居とかそういったものをもうしっかり明確に、ね、こうフォーカス合わせていくことができるみたいな、えー、そういったものが使えますので野鳥、まあ、撮影とか本当に、ね、こういろんな、ね、こう写真も動画も両方とも、ね、APS-C の最上級として使うことができるようなカメラになっていますね、えー、重量もバッテリー ST 込みで 493g とめちゃめちゃ小型軽量になっているので、まあ、動画もね撮影も気軽にやりたいんだけどめちゃめちゃ綺麗に撮りたいんでしかも最新の技術を使いたいみたいな感じではめちゃめちゃ、ね、こう楽しめるカメラかなというふうに思います、まあ決定 としては SD カードが1枚しか入らないので、まあ、業務とかには向かないかなっていうのと、また HDMI 端子がマイクロっていうので、やっぱここはあんまり使わないと思うんだけど、まあ、ちょっとね、ハードウェア、まあ、そのカメラ側のねところで、まあ、若干そ行落とされてる部分はあるのかなといった印象ではあります。はい、で、あともう一個だけあるんですけれども、それがソニー α7C2 ですね。もうこれに関しては写真も動画も両方気楽にフルサイズで超綺麗に端子見たいよっていう方にこれがおすすめかな。フルサイズセンサーで画素数は3300万画素、ファインダーは200 万万ドッ万ドッットトでモモニニタターーはのバリアングルモニター動画性能は最大 4K42210bit の6 0レームが取れますとで手ぶら補正が5軸7段のアクティブモード搭載しているといったカメラですね、まあ、これお気づきの方はいると思うんですけどこの α7M4 とほぼ中身が一緒ですとただ 7C2 なのでコンパクトなんですよねしかも AI プロセッシングユニットが入ってるんですよこっちはもうずるいよこれほんまにねめっちゃうらやましいこれなんで僕がここのね写真と動画両方で スメかっていうところで言うとやっぱ軽いのがやっぱ大きくて重量がね 514g なんですよねなので動画撮影ってジンバルに乗したりとか他にねマイクをつけたりとかっていうのでトータルのねカメラシステムとして大きくて重たくなりがちなんですよ74でもほぼ中身が一緒やし動画いろんなこと撮れるんですけれどもここのファインダー部分がねちょっと出っ張りがあるのでちっちゃいジンバルだとねちょっと干渉しやすかったりとかやっぱこの上にモニターつけたりするとちょっとねやっぱこうなんかごちゃっと大きく重たくなりがちなんですよねなので 7C2 の方方が写真もも動画も両方気軽にでできるっていうところで僕は両方楽しむのはこっちだと思います。74もいいんだけど、あっちは写真の方がいいと僕は思っております。で、欠点としてはこれも α6700 とほぼ一緒で SD カードが1枚のみしか入らないっていうのと HDMI 端子がマイクロ HDMI っていうところですね。まあ、わざわざやってんじゃないかっていうぐらいね、まあ、ちょっとこれはなんでやねんって感じになるんですけど、まあ、ここの欠点はあるものの、でもそれぐらいしか上げれないぐらい本当に優秀なカメラだと思います。ま,あ、ほんまにねやっぱこの AI プロセッシングネットがあるので本当に野鳥撮影とか車の撮影とか本当にこう高性能なねオートフォーカスがあるっていうのでまあ技術的に何も問題なくしかも軽量コンパクトで可愛くて楽しめるっていうところで 7C2 っていうのは、まあ、一番フルサイズだと買いやすくておすすめしやすいカメラかなというふうに思いますはいというわけで皆さんいかがだったでしょうかソニーのねカメラのおすすめ2024年、ね、最新版をご紹介させていただきました最後にですねどこで買うのが正解なのかっていうところをね、えー、お答えして終わろうと思います た、まあ、多分そのコメントが来そうな気がしたので <laughs> もう事前にお伝えしておくとですね安く買うならマップカメラさんが僕はおすすめですまあちょっと僕の体験値になるんですけどマップカメラさんっていうのは市場価格の中でも比較的安いしなんか無駄なねポイント還元とかもしないんですよね安くて信頼感のある購入先を選ぶとしたら僕はマップカメラさんですただソニーストアで買うとちゃんと会員になって購入すると、まあ、ちょっと保証の期限が伸びたりとかあとは購入すると特典動画をね視聴できるようになるす ったりとかまあそこはね、あの一個強みかなというふうに思いますね。まああとはこうサポートっていうところもやっぱソニーストアで買う方がまあ安心だったりするし、まあレンズとかボディとかもね、もうソニーストアのアカウントに登録しておくこともできたりするっていうのもあるので、まあ僕は基本的にソニーのカメラはソニーストアで買うことが多いですね。まあ一方で僕はね、富士フィルムのカメラとか、ルミックスとかはマップカメラで買ってるんですよ。なのでシステムとして充実する予定 る方はソニーストアがいいいと思います逆に僕が購入しないのはアマゾンかなアマゾンでは買わないっていうのとあとヨドバシカメラとかちょっとね定価が高くてでもポイントで還元しますよみたいな。で結局ポイントとガッチャンコすればボディは安いですよみたいなのがあるんだけど。 僕はそれでは買いません。僕は普通にあの単品で安くなってくれた方がいいし、ポニットはいらないので、僕は買いません。まあでもね、いろんなこう買い方があるので、自分に合った方法をね、探していただければいいんじゃないかなというふうには思います。で、中古のカメラに関してはマップカメラさんがいいかなと思います。僕過去にね、マップカメラさんで、ね、中古のレンズを買った時に、ね、なんか不良品というか、ちょっとこう動作が怪しかったんで、ちょっと連絡したらすぐにね、変えてくれたので、なんかそういうところから僕は結構安心してるので、まあ、全然これアンケートとかでも何でもないんですけど、マップカメラさんがね、おすすめかなと思います。はい、ということで皆さん今回の動画 動画いかがだったでしょうかもう僕もね、めっちゃ喋りすぎて、も喉がカラカラなんですけれども、ソニーのカメラについて熱く語らせていただきました。色々とですね、僕、ソニーのね、カメラのレビュー動画は、特にね、ZVT MAX2 のレビューとかね、最近でも直近で出してますし、もうめちゃめちゃで頑張って作ってますし、本当にこう、有益な情報をたくさん出していますので、ぜひね、あのこの動画、役に立ったよって方はえ、このチャンネルのね、他の動画を見逃さないようにね、グッドボタンで保存しておいていただければ、すごく嬉しいなという風うに思っております。で、あとはね、価格改定がね、8月1日から来てしまいますので、まあ、 焦って買うう必要はないと思うんだけど結局買うんだったらね早めの方がいいと思いますのでまあ僕も絶賛今ね FX6 っていうカメラとあと FE70mm200mmF2.8GMM2 ていうレンズをね、えー、購入しようか検討していてもう本当にあと数日で決めないといけないんですけれどもみんな一緒に悩みましょうというわけで皆さん今回の動画は最後までご視聴いただきありがとうございましたではまた次回の動画でお会いしましょうバイバイ